地方で漫画出版に勝ち目はあるか。えー、出版社特に漫画を出し出しているところは、ほぼ全て東京に集中しています。取りや印刷会社との連携が必要だった名残りだと思いますが、通信インフラが整い電子化がかなり進んだ現在、地方都市でも漫画出版社は十分成り立つように思います。そこで質問です。編集経験もない30代無職の男が地方都市で漫画出版社をやるとしたら、賞賛はあると思いますか あかん無謀ピクシブないないない真面目に働け <laughs> ってやつであるない賞賛はあるかないかって聞かれたらまあゼロとは言わないからあるんだろうけどね持ち込む側にメリットないまあ持ち込む側にメリットないっていうのはその通りですねネットなら賞賛あり。やってみろ。はいはいはいあのね地方で出版社を 30代無職でですね漫画出版社をやる時のメリットというのがな考え方はですねこれも最近の話に戻っちゃうんですけども生活費が安くてもしこれ親と住んでるってですね生活費を。 極端に下げるんだったらです、ね、どんな無茶なチャレンジもやってみるのがいいと思いますよ。というのは東京は刺激的でいろんな情報が集まって人とのコネクションがあってすごく便利なんですけども何をするにしても生活費とかなんという。 なな、んだろうなリススク、コストを自分で抱えななきゃいけないと。けでも地方に住んでいたらです、ね、そこら辺のリスクやコストというのはあまり考えずに好ききなことにチャレンジででるんですね何だろう。東京に住むのか、まあ、大都市に住むのか地方に住むのかというののバランスは何かをすることに絶対にコストがかかっちゃうような生活リスクを抱えながらチャレンジするのか。 何にチャレンジしてもあんまりリスクもコストもかからないことなので失敗してもいいことを次々とできちゃうのかっていうことだと思うんですよ。この質問をです、ね、ここで僕にすすすね、ね、ねこここでででで、僕にるととといいうううはあんんまりもうこももななければ、実績思漫画出版社をやるっていうのは漫画出版社っていうふうに考えるんではなくて漫画代理店だと思います。事実上。例えばですね沖縄にはですね沖縄の作家だけを使ったです、ね、漫画雑誌っていうのがね20年ぐらい前にあったんですよ。 たんですよ今もあるかどうかは僕知らないんですけども一応ですね本屋さんに行くと沖縄だけを舞台にして沖縄の作家だけで書いた漫画雑誌っていうのが何とかギリギリそれは20年前でも整理してたんですねただそれを読んでも面白いのかっていうと本土本州出身なんで生きて住んでる僕にとっては別に面白くなかったそれは漫画として別に面白くなかったっていうのとあと沖縄のことよく分かんないから面白くないと2つ理由があったんですけどもあのこういうですねタウン誌みたいなものを 漫画のみでやるって言うんだったら、生き方あると思います。ただし、その場合は、タウン史を自分ができるかどうかですね。 漫画出版っていうのは狙えるのかではなくその地方特有のタウン誌っていうのを自分が作れると思うんだったらばそれを漫画でやってもいいと思うでもこの場合も自分が持ってる能力とか特性で漫画を描くやつにコネがあるとかですねそういうなんか自分がすでに持ってるものを生かせればですね本当に今何もないんだったらそういう思いつきがあるだけなので、えー、フリーペーパーみたいなものから初めて で、自分がタウン誌をまず作れるのかどうかから、チャレンジしてみればいいんじゃないのかな。具体的に言うと、地方都市特有の漫画を描くんだったらば、クッキングパパを死ぬほど読んだ方がいいです。クッキングパパは僕あれはステマ漫画だと思ってるんで、<laughs> 福岡のうまいもの屋さんの情報がですね。実に見事に本編の中に入ってですね。あ、そこやってると、なんかコキンちゃんに行って焼きラーメン食べなきゃいけないような気がしてくるとかですね。すごくうまくステマが入ってるんですね。ああいうものが。 例えばその地方の喫茶店とかですねあの物を食べたりとかどこの本屋さんで本を買ったりっていうのが漫画の中にスパスパスパッと入れられるようなものが作れるプロデュース能力なり編集能力があるんだったらば地方の漫画出版というのは実はその媒体が紙とかデジタルに限らずに賞賛はあると思いますただしそれは無職でですね今好きなこと漫画だからなというふうに考えるよりはすごくハードルが高いことだということは覚えておいてください。最も重視すべき教育とは。 SPM さん、34歳、寄婚の自営業です。岡田さんがご子息の教育をする際最低限これだけはできるようにさせたいと思ったことは何ですかまた、そ俺は娘にしたと思ってる教育はもう3つしかなくて1つ目は娘が小学校の高学年ぐらいになった時にですねいきなり「にちゃん用語」を使い出した時があって <laughs>、えー「それは恥ずかしいからやめろ」っていうふうに言いました。<laughs> でこれはなんか「いや学校でもみんな使ってる」っていうふうに言ったんですけどもみんなかどうかよく思い出せと学校の中でみんな使っているように見えて使ってるやつと使ってないやつ同じに,にちゃんを見ててもすぐ使うバカと一回心の中で貯めて使うべきかどうかを考えてるやつがいるからそれを見分けろって言ったらです、ね、しばらくしたらにちゃん用語を使うのがぱったりやめてですね <laughs> 娘は小学校5年かなでにちゃん用語を使うのをやめたので俺はあのいい年してにちゃん用語を使ってると、えー、精神年齢11歳だ というふうに決めてるんですけどもまあこれが一つ目ですねで、二つ目はですね自分で飯が作れることですこれ別に女の子だからっていうのではなくてですね飯を作ることができなければ自活する自信がわかないんですねすべては僕は人間が何ができるのかの基本っていうのはあのご飯が作れることだというふうに思ってるんでですねご飯が作れればご飯を作るのがめんどくさいから金を出して外で飯を食おうというふうに発想できるんですけどもそれがなんかサイトにできないとちょっと後々 自分の選択肢が急にに狭まっっちゃうううというふうに思ってるんで,ですね。ご飯が作れること人のためにもご飯作れることですね自分が食うものじゃなくて例えば僕とか母親とかに対してご飯を作ってそれが美味しいとかまずいとかって言われてもですねそれに対して踏ん張れて次の日も作れる程度の精神力があればまあ世の中生きていけるというふうに思ってるんでご飯が作れるんですね。で3つ目はですねこれ教育と言えることかどうかわかんないですけど家を出たがることです、ね。あまり家をですね快適な環境でいつまでもいる場所にするとですね なり母親なりがですね、しょっちゅうずっと稼いでですね娘を支えなきゃいけない。そうでなくてですね、娘が早く独立してくれたらその分家をダウンサイジングできてコスト下がってやりたいことが増やせるわけじゃないですか。なので家をあんまり快適にせずにですね、なんか家から出てもらえるように考えました、ね。だからさっきの話は東京に生まれた東京に住んでて親と一緒に住んでるんだけども出て行った方がいいんでしょうかと。いやそれは出てくださ頭がおかしいと思うんですけども逆の立場で東京で親をやってますで子供がいますと子供にいつも。 までもいてほしいと思うんですけど、というふう来たら、「お前は頭がおかしいのか?」というふうに答えますね。<laughs> 岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます、えー。毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいにあの新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではでは、よろしく